皆さんこんにちは、パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村ひとしです。いや、こうやってですね、パチランラジオでですね、皆さんに声をお届けしているだけじゃもう物足りないと、ついにですね、ドンキホーテ、来月12月10日土曜日から、夜6時にですね、オンラインサロンをスタートします。まあ本当にですね、僕はこういうネット関係に関しては全然もう遅れてて、時代遅れのおじいさんなんですが、グッドハウスさんから、オンラインサロンというのを聞いてですね、いやこれはもうまたとないチャンスだということで、お引き受けしました。もうドンキホーテにとってはね、最高の目的なわけですね。もう昔のミステリーツアーなんかで本当に毎回本当に80人近くの、ファンの方とですね、あちこち日本中を旅して、皆さんとですね、まあ、雑談したりとかパチンコホールであれこれ話しながら、旅をしたのがもう懐かしいですよね。もうあれ本当に、2000年前後ですから、今もう2022年、もうすぐ23年になろうとしています。あれから20年、もう皆さんお元気でしょうか。あの頃お会いしたですね、本当にツアー客の皆さんも、皆さん年齢を重ね、それぞれの人生歩んでらっしゃると思うんですが、いや今でもですね、実はあのコラムとかであまり細かく書けないんですが、僕のですね、立ち回ってる、東京の立川までわざわざ上京してですね、何日間か僕を、やってくるのをホールで待っててくださる方がいらっしゃるんですよね。もうそういう方にお会いすると本当に申し訳ないなと思うんで、このオンラインサロンというのがですね、実際にあるらしいんですよね。まあ本当にこの場を借りてですね、僕も一緒にオンラインサロンの勉強もしなきゃいけないのかもしれないんです。ぜひですね、僕のオンラインサロンに申し込んでですね、12月10日から始まりますんで、オンラインサロンの方に申し込んで、ちょっと僕と一緒にお話してみませんか。まあ、それが今日のですね、まあパチランラジオの告知ではあるわけですが、まあ何もかも新しい時代に入ってですね、姿を変えていく中でパチンコがもう本当にですね、目と鼻の先までスマートパチンコがやってきてます。まあ一体どうなるんでしょう。日々もうホールで1万発2万発3万発っていう出玉が珍しくなくなってきましたよね。まあこの流れの中でオンラインサロンを始めるというのはもうグッドタイミングだと思います。ぜひですね、新しいパチンコに対する質問に関してもですね、僕の知ってる限りの情報をですね、もうそのオンラインサロンだからこそ話せるということでお話しますんで、ぜひですねご参加ください。細かいことや何かはですね、僕のスマホサイト谷村ひとしパチンコランドの方に登録なさって今すぐチェックなさってください。しています。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。